この廃材をこうやって持ってきてこういう感じでやっとんよ。これアンテナ。何これ。これ本当に廃材をね、なんかボールとかなんか謎のボールが、このアンテナが、はい、やってまいりました。スピチューブ、今日は真っ暗なちょっと場所に来てるんですけど、今日はどこに来たかというと、総社にあるスポットにやってきたんですけど、昼間来たことあるんですよね。まあ、夜だからちょっとどういう場所かわからないんですけど、この辺ってちょっと一風変わった家があるって聞いたんですけど、アンテナの家っていうのがこの近くあるんですよ。まあ、過去のね動画を見た人は昼間がどんな感じかわかると思うんですけど、ちょっと夜のアンテナの家をね今日は紹介しようかなと思います。それではね、スピチューブ始まります。アンテナの家がもうねこれ見える家、これアンテナの家って言われて、あるおじいちゃんが廃材をこうやって持ってきてこういう感じでやっとんよ。ほんまにアンテナそこあるね。そう、こういう場所でちょっとこっちが、ここになんか手がピカピカ光ったの見える？あそこが本拠地じゃないけど、ホタルが、これアンテナ。これ本当に廃材をね、不気味だね。これあの洗濯機のこれ、ここですね。なんか靴があるし。なるほど。禁止とかいろいろプレート、こういう感じ。すごい。なんかボールとかなんか謎のボールが、このアンテナが、なんかキャラクターがとか靴。
はい、今日は、アンテナの家というところに来ましたが、もうね、ずいぶん昔からこういう感じでアンテナの家をね、作ってるみたいですけど、まあ、一箇所じゃなくていろいろとその作ってるんですよね。で、なんでこんなの作ってるかというと、そのこの作ってる人、おじいさんなんですけど、あの観光の目的で作ってるらしいんですよね。はい、で実際 YouTube でもそのおじいさんに特集した、動画が上がってたりするんですけど、まあこういう感じで、やってるわけですけど、アディアでやってるんで、まあ機会があれば皆さんもね、ぜひ行ってみてください。はい、というわけで今日もね、こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。それではまた。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。